では、予備試験合格者インタビューの方始めていきたいと思います。では最初に自己紹介お願いします。はい、益子裕太と申します。今28歳で、公務員をしながら、1年半ぐらいで予備試験に合格しました。はい、社会人の方ということでですね、まあ、今日はその社会人ならではの勉強法であったりとかいうのを聞いていきたいと思います。じゃあ早速まず予備試験を目指した理由についてお願いします。はい、もともと法学部出身で在学中に1回司法試験を目指そうとしたことがあったんですけども、その時はちょっと勉強量があまりにも多くてこれは無理だなと思って諦めてしまったんですが、今の職業について仕事の中で法律を結構利用したりする機会があったりして、やっぱり面白いなと思って予備試験を、司法試験を、弁護士になりたいと思って予備試験の受験を決意しました。うんうん、そこで弁護士にこうなりたいっていう中で、放送ってね、裁判官と検察とかもあると思うんですけど、そっちは考えなかった？そうですね、なんか今公務員として働いてるんですけど、もう一度公務員になりたいかと言われると、それはなんかあんまりそんなに、まあ、あまり魅力的には感じなくて、なるほどどちらかというとその弁護士である程度裁量がある仕事で働きたいなと思います。なるほどですね。弁護士にもね、いろんな業務ってあると思うんですけど、何か今の時点でやりたいなって思ってることとか？そうですね、あんまり絞ってはいないので、幅広くちょっと見てみたいなとは思ってます。なるほどですね、わかりました。じゃあその予備試験を受験するにあたってアガルトアカデミーを選んだ理由をお願いします。はい、もともと勉強開始した直後は独学で、まあ、お金、予備校使うとお金がかかるので独学でやろうかなと思ってたんですけど、地元の書店に行ったら法律関連の書籍で置いてるのが6本しかなかったのでこれは無理だなと思ってさすがに6本だけじゃねさすがに無理だなと思って予備校を取ることにして、でいくつか、まあ、予備校を検討する中で、まあ、できるだけ予備試験を受けるなら最短で合格したかったので、それを考えた時にアガルトアカデミーが一番その最短合格に近そうだなと思ったのがその理由です。なるほどですね。そのアガルトが一番最短に近そうだなって思った何か具体的なエピソードとか？そうですね、あとで多分マネジメントオプションの話が出てくると思うんですけど、その講師と受講生が1対1でしっかり習字でカリキュラムをこなしていくっていうのがすごい魅力的だなと思いました。なるほどですね。じゃあ後で、マネオプが出てくるときにその話、はい、具体的に聞きたいと思います。じゃあそのアガルートの講座を受講してみて、まずじゃあ教材について何かこう感想とかあればお願いします。そうですね、テキストがフルカラーのものになってるのですごい見やすくて、で内容もまあかなりまとまってるので復習する際にすごい復習しやすかったですね。確かにコンパクトっていうのがね、そうですね、大事なところで、まあうちとしてもね、確かにコンパクトっていうのを売りにしているところ、まあ、そこが一番フィットしたんですかね。そうですね書き方講座、重要問題習得講座とか、まあ、個々の科目で言ったら、科目というか講座で言ったら何かこう印象に残ったことがありますか？そうですね、やっぱり重要問題習得講座が一番お世話になった講座ではあるのでかなり印象には残ってます、ね、なるほどですね、わかりました。まあこれ後で、論文式試験の勉強の仕方っていうところで、じゃあ10問のなんかどう使ってたかとかもちょっと聞きたいと思います。はい、では担当式試験までの勉強、まあ、担当の成績、まずどれぐらいの成績取られたんでしょう？担当は、216点で27位でした、うん、はいはいはい、そのね27位の秘訣ちょっと教えてください。はい、大体年末までにまず1周、うんしておいて、そこから、まあ5月に担当式試験があると思うんですけど、そこまでの間に、全科目プラス、3週ぐらいですね。なるほど、はい、じゃあ合計4週そのぐらいだと思います。その年内に1周するってなった時に、やっぱ、まあ、僕もいろんな受講生さん見てると、その担当って1周目が本当に辛いってこう、みんな言うわけですけど、それはやっぱ同じ？いや本当に辛かったです。あ、なるほど。一番多分民事訴訟法が本当に辛くて、一問やるだけで本当に20分10分とか普通にかかってたので、はあはあはあ、全然進まなくて、なんか何回も心が折れそうになりました。なるほど。それでも一問ね20分とかじゃあもう話にならないというか何年かかるのっていう話だけど、そこをこう乗り越えていったスピーディーに回せるようになった、方法論とか教えてもらっていいですか？僕はなんか過去問を解くと1回に5個足が出てくるじゃないですか、でそうするとかける5の時間が取られるので、まあ、無理だなと思って足別を使いました、その一瞬。ああ、そうなんだ。なるほど。もう単位形別過去問はもうやめて足別で、足別だったらそっか一問一答だから、もうパッパッパッパ見ていくみたいな。そうですね。そうするとあれなのかな、あの解説とかも確か足別本ってなんか割と3、4行、5行とかあるでしょ。そうですね、はい、あれとかも全部読んでたんですか？一応全部読んでました。
分かんないところとかあったらどうしてたんですか？分かんないところは一応考えるんですけど、分かんなかったらなんか5分ぐらい考えて分かんなかったらもう無理だなと思って次に進んでました。なるほど。そこのね、こう次に飛ばすっていうのがね、なかなかこうできない方もいるんだけど、そこの思いっきりもあってかしっかりやっぱり4週とかできたんですね。そうですね、やっぱり何週かしないと分かってこないのもあると思ってましたし、それよりも年末までに必ず1週まず終わらせたいっていうのが先にあったので、まあ、そこに合わせるためにその分の時間を圧縮した感じですね。最終的に分からない問題っていうのは残ったまんま本番突入しました。残ったものもありました。あ、やっぱあるんね。会社法の計算とかの細々したところとかは確かに分かんないまま本番になりました、ね。なるほど。まあ、そこはあれなんじゃないですか、今見てる皆さんもその、27位ってね、すごいもうそんな順位で受かるってなったらもう全部分かってないといけないんじゃないかって多分思われる方もいると思うんだけど、まあ、そうではないとね。そうですね。なるほどですね、分かりました。あ、担当式試験について今日持ってきてね、そういえば一応これ多分付箋があんまり貼ってないんですけど、一応全然付箋貼ってないね確かに分かんなかったところに三角とか×とかをつけて復習するときにそこだけ復習すればいいようにしたりしてました、うん、なるほど。今ちょっと多分画面見れないと思うんですけれども、あれですかね、選択肢の左側に三角だけ、解説の左側、解説の左、解説の左に種類は、ま、三角だけですか、まあ、×と三角です、ね、×と三角。その×と三角のこう、なんていうの、住み分けって何が×が間違えた、分かんなかったし、で三角は分かったけどちょっと理由付けが怪しい、ね、なるほどなるほど、はは、曖昧ってやつですね。そうですね、はい、やっぱじゃあぐるって回すときはマークをそれ一周目でつけとくんですよね多分。いや、一周目のときはもう一回全部解いて、はは、特に印とかはつけなかったです。なるほど。じゃあその印は2週目以降。2週目以降ですね。ほほほほ、はい、なるほどですね。工夫されていますね。じゃあその次、論文式試験の勉強方法とかですね、教えてください。はい、まず多分重要問題習得講座を全部で3、4週ぐらいはしたと思います。なるほど。はい、1週目、2週目、3週目でそれぞれこう、なんていうんですかね、こう違いとかってあったりするんですか？1週目は本当に総合講義を受講した後で本当に全然何にも分からなかったので、はいはいはい、本当に問題ほとんど読んでるだけ。なるほど、読み物として、はい、問題読んで、まあ、10秒ぐらい考えて分かんないなと思ったら解説読んでそのまま回答も読んじゃってました、うん、なるほど。その時にこう読んでるだけだとなんていうのかな、こう解いた感がないみたいな、思う人もいると思うんだけど、そういう感覚とかは、あ、まあ、確かにその解いてる感覚はあんまりないんですけど、うん、別にそれでいいんじゃないかなと思っていて、なるほど、その問題文の事実から、そのどういうところが問題になってどういう答えをするべきかっていうのが最終的に分かるようになればよくて、1週目ではその問題文の事実からどういう問題があるかだけ抽出できるようになればいいかなと思っていたので、そこはあまり気にしてませんでした。なるほどですね。こう自分なりのあれか、獲得目標みたいなのを設定して、そうですね、はい、まあ、それを達成してればまあ OK だろうってことで進めていった。そうです、はい、やっぱ合格者の方皆さんあれですね、こう自分なりのこう目標をまず設定してそれをこう達成できてるかみたいな、うん、なるほどですね。10問とかって3週目4週目とかしちゃうとこうなんか問題覚えちゃうみたいな、そういうのはなかったですか？あ、でも僕なんか問題あんまり覚えられない派の人間で。あ、そうなんだ、なるほど、そこ便利だね。過去問とかも何回見ても、うん、あれこんな問題あったっけって最初に思って最後まで読むと、あ、確かにこんな問題あったかもって思うタイプの人間なので、なるほど、あんまりなんかその新鮮な感じが失われることがなかった。なるほど、それいいね、なんか毎回初見みたいななるほどね。10問のこう答案例とかついてたと思うんですけど、はい、そういうところになんかメモ書きとかしたりとかは。そうですね、でもあんまりメモ書きはしてなくって、10問ここのフレーズは自分の回答にも使いたいっていうところにアンダーライン引いたりはしてました。なるほどですね。このね、論文用のなんか今日も教材持ってきてくれてると思うんですけど、何持ってきますか？今日は刑事系なので、まあ、一応構成要件の定義集っていうのがあって、あと論証集ですね。はい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 。なんか使い方とかあるんですか、オリジナルの論証集の。そうですね、論証集は基本的に事例が書いてあるので、事例を読んで自分だったらそれを
まあ、どう答えるか考えて、まあ、そこの後の下のところを見て自分のそれで、まあ、合ってるかなっていうのを確認する。なるほどですね。まあ、あれかな、え、あ、この A とか書いてるのは、これ A とかは多分アガルートの、うんうん、多分その A ランク付けみたいなのがどっかに出てて、それを全部転記しました。これは、ああ、なんかそうですね、彼の論証集だとこのね、ランク付けが自分で書いてあるので、なんか C はさすがに飛ばしたいなと思って。はあ、はあはあはあ、なるほどですね。優先順位を自分でつけてるようなものになってますね。最終的にじゃああれですか、その C は飛ばしたいなってことはもう本当にそんな見てないんですか。ほぼほぼ見てないですね。AB ランク、 AB ランク、まあ、C がほとんど出てきてないっていうことなんですけどなるほどねじゃあほぼ見てないです。それでじゃあランク付けして自分なりに重点的に大事なものを回したみたいな。そうですね。そうです。なるほどですね、わかりました。じゃあ次ですね、口述式試験、口述対策ですね。何しましたか。口述対策は本当になんか辛くて辛い、第一声が辛いっていうね多分大島本の上巻で要件事実をかっちりまとめたのと、あと刑事実務基礎の定石みたいなやつを読み込んで、その手続きとかをまあきっちり入れました。なるほど。知識としてこう入れたのは、まあ、入れる、みんなね入れると思うんですけど、こう喋る練習とかってしたんですか。そうですね、そんなにしてなかったかな。そう、模試とかで 2、3回ぐらいそのやり取りをしましたけど、それ以外には特にはやってないですね。なるほど。喋るのってこうなんていうかな、知識、論文に答案にね、あの知識をこう反映させることと喋るのってなんか、まあ、やっぱちょっとそこにギャップを感じる、ね、受験生もいるっちゃいるって聞くんですけど、そこじゃあんまりやれなかった。そうですね、そんなになかったですね。あとはマネジメントオプションで毎週その講師の方と対面でそのやり取りとかをしているので、そこに関してはあんまり分かってれば伝えられるだろうなっていうのはあったので心配はしてなかったです。あ、なるほど。個別指導が、まあ、口述対策になってたみたいな。それもあると思います。まあ、確かにね、条文はとか定義はとか永遠に聞かれるからね、うん、まあ、ある意味確かに口述と同じだよね、この場合はどうなのみたいな。そうですねなるほどですね、分かりました。あ、実際どうですか、口述本番って緊張とかなんか感想、本番の感想。本番はでもやっぱ緊張はしてました、うん、あ、しました。あれほら、なんか待たされるじゃんね。あ、待たされてました。いや、 あそこでの心境とかってどうなんですか。あそこはもう何でもいいから早く呼んでほしいと思ったから。ああ、そうなんだ。もう待ってるのが嫌だみたいな。待ってるの嫌でした、ね、はいはいはい。あの大広間、論文、あの口述式試験で大広間で待って、その後に発射台とか言われるちっちゃいところに行くじゃないですか。あのちっちゃいところどうでした。ちっちゃいところは僕初日は多分行ってないんですよ。一番だったので。あ、なるほど。別室からそのまま直で連れてかれて、はははは。でもそれはそれで嫌だったんですけど。 なるほどね、まあ、でもなんか直前になんかテキスト見ようと思ってもなんかあんまり手につかないので、うん、あんまりそのなんか復習するつぶきとかにもならなくて、うん、なとりあえずもう早く受け読んでもう終わらせてほしい気持ちが一番でした。じゃあ今これ見てる方に口述対策として絶対にこれだけはやっといてみたいなのがあればぜひ話してほしいんです。そうですね、最近だとその実態法がよく聞かれるっていうのはあると思うので、うんうんうん、まず民事だったら要件事実をまず確実にしておくこと、うんうん、そこができてれば多分ほぼほぼ落ちることはないので、うんうんうん、で刑事であればその構成要件の定義とか実態法の方をきっちり固めておけば、手続きも今年もそんなに難しいこと聞かれてない、逆に聞かれててもその、まあ、答えられなくても落ちる合否にそんなに関係してないと思うので、そこの実態法の部分をきっちり固めてその試験官の方とやり取りができるようにしていただくことですかね。なるほどですね、ありがとうございます。じゃあ次ですね、マネジメントオプションを選んだ理由についてお願いします。はい、これはですね、多分マネジメントオプションとかで習字での進捗管理がないと多分途中でやめちゃうんじゃないかなっていうのが自分の中であって、なるほど。その習字のまあ進捗管理であったりとかを、まあ自分の景気づけっていうか、その動機づけというか、それが欲しいっていうのが一番大きな理由です、ね、なるほど。結構あれ、自分でこう全部スケジューリングしてっていうことが、まあ、得意か不得意かって言ったら、まあ、スケジューリングは一応できるんですけど、うん、なんか多分仕事の都合とかでそれがなんかできなくなった時とかに、うん、このまあ修正するのって結構大変じゃないですか。でなんかそれを何回もやってるとなんか途中で、うん、あ、もういいかなってなっちゃうかなって思ったので、あ、なるほど。そこの部分をなんか、うん、自分じゃなくて他の人に委ねることで、うんうんうん、そのなんか強い動機づけにしたかったっていうのは、うんうん、なるほど。
じゃあ益子君にとってはあれなのかな、進捗管理っていうところと、まあその週、はい、週でそこは大きいと思います。まあ崩れた時の立て直しを先生とも毎週毎週やってっていうところに非常に惹かれたって感じなんですかね、はい、分かりました。じゃあそのマネジメントオプションね、進捗管理だと、まあ実際に答案添削とか個別指導あると思うんですけど、まあこれをですね、どうですか、今からこう検討されている方に、まあ上手な使い方とか感想とかあれば。そうですね、多分最初の頃にその自分が今何ができるか、まあ多分確認テストとかをしてもらって、どのぐらいできるかなっていうのを見てもらうと思うんです。でその後に、まあ、スケジュールとかを決めたりすると思うんですけど、僕は講師の方から言われた課題はきっちり1週間で全部終わらせるようにしてました。なるほど、もうそこは絶対に守る、そこは絶対守った方がいいと思います、うん、なるほどですね、はい、そこを崩れたことはもう本当にない、ないと思いますね。おすごいね、1年間あの結構ね課題もなんていうのかな、量えぐい量がされたりそうね、申し訳ないっちゃ申し訳ないんだけど、まあ、そこも守ると多分僕始めたのそこまで早くなかったので、うん、2020年合格だと多分年明けぐらいからですか、あれって募集してるの、うんうんうん、僕5月の末とかだったので、なるほど、多分その時点で半年近くビハインドがあって、はいはいはい、そのビハインドをどうにかして取り戻さないと合格できないなと思ってたので、うん、そこを破ってしまうと確実にこれ落ちちゃうなと思って守るようにしました。なるほどですね、マネオップで益子君的にはそのもう出された課題は絶対やると毎週の個別指導のこうなんていうか受け方というか受ける姿勢みたいなので、なんかポイントとか。そうですね、答案を書くと思うんですけど、書くときに6方しか見ないっていうのは最初から気をつけてました。あ、6方しか、6方しか見ない、うん、それは論述とかこうなんていうの、例えば論書忘れちゃったとか、そういうのがあっても6方だ、基本は見てないです、ね、はははで最初の頃はそれだと分かんないので、うん、僕はズルをしていて、おなるほど、書く、まさかの自白、書く2日前ぐらいにあらかじめその問題文と、うん、回答解説をざっと読んでおいて、はいはいはい、あこういうこと書くんだなっていうのを頭に入れた上で2日ぐらい経ってちょっと忘れたぐらいの頃に書いてました。上手ですね、でもそれはいい方法かな。なるほどね、まあ要は完全に丸パクリで転記してるとかじゃなくて、ね、まあ、ちょっとうっすらかんなんで頭に残してそれをこう、まあ、思い起こすというか。まあ、確かにね、最初って本当書けないよね、書けない、何にも分かんないんで、自分の記憶から再現する部分と実際に問題文から考える部分が半々ぐらいでちょうどいいぐらい。なるほどね、ちょっとそれは僕も他の教え子とかにもちょっと勧めさせてもらいますどうぞ。あのやっぱなんかなんていうの、分かんなすぎて写しちゃうみたいな、うん、子もいるん でそういう子には確かにいい対策になりますね。分かりました、あとあれか、あの通信のね、マネオプだったと思うんですけれども、はい、まあ、そこで何か通信マネでこうなんていうかな、自分なりに工夫してたこととかってあったりします？そうですね、通信だからこれを工夫したっていうのは特にはない、まあ、普通にまあスカイプで毎週指導して、そうですね、時間の都合がつきやすいので僕は逆にやりやすかったです。なるほどですね、はい、分かりました。じゃあちょっとね、これからかぶっちゃうかもしれないけど、マネジメントオプションを利用してみた感想教えてください。そうですね、僕は多分マネジメントオプションがなかったら合格はできなかったかなと思っていて、その進捗管理の部分ももちろんありますけど、答案の添削の部分、例えば自分が答案書いてみてそれがどの程度合ってるのかって多分判断できないと思うんですよ。そうね、自己添削ってなかなか難しいからね、うん、で書いてる内容が答案例と大体同じようなことが書いてあるなと思ってても、なんか体系とかが全然守れてなくて、実際に見る人が見るとポンコツ答案みたいなことが場合によってはあり得るので、その辺はやっぱり専門家というかプロの方に見てもらわないと、まあ、危ない部分ではあるのかなと思いますね。確かにね、こう主観と客観のズレというか、うん、自分ではできてたと思ってた部分が確かに、ね、できてなかったとか ね、 そ, うですね、うん、まあ、それを毎週こう指導で、修正する。そうですね、はい、なるほどですね、分かりました、ありがとうございます。じゃあその予備試験にね合格した時の気持ち、どうぞ。これはやっぱり嬉しかった。嬉しかった、あだよね、嬉しかったです。それはね、だって働きながらですよ、皆さん働きながらね、仕事もね大変で、ね、勉強そのね空き時間にずっと続けて、誰に一番最初に報告したんですか？その時は多分一応親と先生方に初めに報告しました。なるほど、親は絶対喜んだでしょ。
そうですね、はい、うん、そうだね、僕が自分が受かった時もやっぱり周り、うん、喜んでくれたからね、安心感とかはありましたか？いやでもやっぱり一応安心感はあったんですけど、司法試験が近い、なるほどね、そんなに、まあなんか心から喜べるというよりは、あ、勉強しなきゃっていう気持ちもやっぱりありました。現実見てますね。僕だったら多分ね、あの喜んでね、わあ1週間ぐらいちょっとサボっちゃうかみたいな、なるほどですね。まあ嬉しいというところですかね。じゃあ、アシコ君にとってアガルートアカデミーとはどういう場所でしょうか？僕は司法試験を合格するために僕にとってはなくてはならない存在だったかなと思ってます。なるほどですね、はい、ありがとうございます。じゃあそのね、近いわけですけれども司法試験に向けて、あの抱負でも目標でもお願いします。そうですね、司法試験は、うん、まあ、予備試験よりいい順位で受かれるように頑張っていきたいなと思います。あ、予備試験の論文の順位よりってことですか？論文の順位より。あ、論文の順位、じゃあ論文の順位は60位でした。なるほど、何位目指すんですか、司法試験は？そうですね、最低でも一桁取りたいです、ね、いや1位でしょ1位でしょ1位ですね、はい、 OK です。もう超えていってください。じゃあ最後にですね、この動画を見てくださっている、後輩の受験生の方々へのメッセージをお願いします。はい、予備試験、司法試験を迎え受けられ受験されている方で、おそらく今ってその教材がすごい巷にいろいろ出回っていて、何をやったらいいのかとか、本当にこれで足りるのかとか不安になる方もいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、僕の経験で言えばアガルートアカデミーの講座をやっていれば間違いなく合格できると思うので、そこに集中してそれだけを完璧にするように取り込んでいただければ合格の道がさらに近づくんじゃないかなと思います。はい、なるほど。 あとあれですよ、あの社会人の、方に向けて特にっていう何かあれば。そうですね、社会人の方は今の話にも関連するんですけど、特にそのやる範囲を絞る、教材とか範囲を絞らないきゃいけないっていうのがかなり限られた時間の中で大きいかなとは思っているので、そこの中で、まあ、自分が必要だと思ったものをしっかり集中して他の教材に、まあ、浮気しないでそこだけ取り組んでいただければよろしいかなと。なるほど、手を広げないってことですね。そうですね、そこが大事だなと。わかりました。 OK です。じゃあね、今後の司法試験ね、もうちょっとだと思うんですけど頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、頑張ります。じゃあこれで、合格者インタビューの方終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。